い、こんにちは、サルウィンです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちらババーン。なるほど、ちょっと風邪気味かもしれないですが、頑張っていきましょう。では今純正ネクロマンシーを、お、失礼、ログインボーナスゲットです。そっか、5時になりましたね。朝5時です。5時に切り替わるんですよ。1.42 ですね。何がもらえるっけ。あー、いらないやつだーっていうかね、2ピックチケットね。あー、相変わらず変わんないですね、ラインナップはね。まあスタンダードカードパックチケットはまだ全然欲しいからいいですけどね、個人的には全然。はいっす。というわけでいきますか。で、純正ネクロマンシーが、もうね、あれですよ、ゴーストしていくデッキですね。相手ライフを無視していくタイプのデッキタイプにしてみたところですね。なかなかある意味面白い形になったところですが、ちょっといじり直したいところがあるかもね。やっぱネクロアサシン3積みしてもいいんじゃないかなっていう気持ちはやはり出てきましたね。削るか。一線がやっぱりとりあえず2枚でいっかな。でネクロサシンを3枚にする。まあ盤面次第だけどね。結構だから噛み合わないとやばいんだけど、まあ、この辺の自戒ができるだけでも結構重要だったりするからね。あのこことかもね、まあ墓地作れるし相手の盤面消せるし、まあランダムではあるけれど、まあこれでいいでしょう。あとは本当再生の順位のね、使いどころだよね。これもだから化けるとオーダーやタイミングによっては。まあゾンビ出すのはお化けで、どっちかって単純にプラニが欲しい。まあ4コスプラニだけで考えると弱いんだけどね。はい、じゃあ行きましょう。さてさて。失踪って考えるとね。ゴーレムの錬成、真理を命となれ、何時が死と化すまで。真理、なんか真理っていうと、ハガレンを思い出したよね。パパ、ママ、ルナを守ってね。相性ダメかもな。光があなたを導くでしょう。あ、ネクタス聞けたよ、握っとくか。ごめえけどな。ニコス欲しい、ダメか。いやー、消滅あるし、相性的にはかなりきついな。よろしくね。エーラ型だとライフゲインされるから、俺のこの。よろしくお願いします。ナイス、よろしく。ニコス引けるかな。ナイス。スペクターでも全然いい。私、寂しいの。結局、一点野球とかじゃないからな。生き残ればそれはそれ。ああ、オッケーオッケー。いいね、いいね。いいですよ。グッドですね。あ、ファウルか。一緒に行きましょう。さーてね、残るか。ぴょんぴょん跳ねて可愛いでしょ。まあ逆にここに方天打つならスペクターの2点は通るわけだからっていうことで行こう。ああでも杖ソウルハント打てるんだけど、あいつうぜー。まあしょうがね。ガブッと行くわよ。でも5点入る、これはいい。一緒に行きましょう。さあ強気だ、強気、強気攻め。この子たちの声が聞こえる。本当はゴーストオールハント打ちたいんだけどね、打てないからしょうがないね。さーて、ハゲか、ハゲなのか。あ、ハゲじゃない。元気一番、頑張れよ。ほうほう。元気一番、頑張れよ。ほう、面白いことしてくるね。これで決めます。進化時に1点バーンだっけ。全力全開、元気100倍。速攻型なんやな。まあ いや、いっぱい並べてくれたってのは美味しい。寂しい。ネクロエレメンタルが飛んでるからね。もう痛いじゃない。あと11。あれ、これうめえな。ここは相打ち取るか、ちょっと考えまーん。い
やでもソウルハントでもいいんだよな。いやダメージ取れるとこ取りたいな。いやここはいいでしょ。プレッシャープレッシャー。誰でも呼んだライダーで殴ろう。今度はあなたたちの番なのよ。声聞かせてあげる。番なのよ。で1にしといて、ここはソウルハントじゃねえな、エンサでいいか。いやでもエンサそこが使い方違うか。私寂しいの。あいや、ま、負けたー。で開始のターンで相手回復しなければファントムハウル進化ファントムハウルで終わるかもしれないしな。うん、てかネフテスキープしなくてよかったパターンかもしれんが、まあいいでしょう、ワンチャンある。まあ一応あれからラビットちゃんが出ればあ、これで回復ないかもしかしたら。オッケー、大丈夫、まだ死なない。これ勝ったな。相手回復しないでしょこれ。うめーってかやらしいだろこの盤面とてもやらしいでしょ。君たちに生存権ないから君たちが死に来るかって話だよ。これはいただきましたね、やったぜ。まあ相性良かったかもな。一番あってビショップでは一番美味しいタイプのビショップだったかな。うん、考えてますね。悩むよね、悩ましいよね。はいはいはい、交戦しない、ニノちゃん交戦しないまあ死んじゃうからね。はい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 、でライフ殴っていくのか。あーあー、ニノちゃん死んじゃうよ。いいの、いいですけど、いいですけど。ああやってくる。はい、私の苦しみはあなたに。負けた、負けたね、お疲れ様でしたっていうね。うん、ごめんね。さて、許さない。よーい、ここ間違わないでしょね。しっかりと遠回りしていこう。憎い私の負けです。あ、はい、ありがとうございました。まあその方がありがたいんだよね実際結構めんどくさいから。はい、勝った勝った。はい、お疲れ様でした。やったぜ。まあいいんじゃない、こういう尖らせ方で。うん、じゃないとまあ言っちゃうとね、縛りプレイ的には辛いからね。やっぱ相手リーダーを優先的に殴っていく形になっていくんでしょうね。まあ速攻型とまでは言わないけど、そんな感じになっちゃいますよね。うんうん、そんな感じです。じゃあお疲れ様でした。バイバイです。